ああ。これは近江高島会や。高島。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。そうや。この弾丸、大陸からの密輸銃でしか使用でけんタイプの特殊なもんや。今関西でこのルートから武器を調達しとるんは近江高島会しかない。高島が他に流してるという線はないな。あの高島っちゅうやっちゃそないな危ない橋は渡らんのや。他に流して足つくような真似はせん。密輸はあくまで安うてええ武器を手に入れる手段でしかないんや。だがどうしてそこまで分かっていて警察は動かないんだ。さあな、そらわしにも分からん。だが。だが。おっと、あかんかん。これ以上は言えまへんわ。わしが話せんのはここまでや。なぜ高島が。じゃあ計画は成功したんだな。はい、親父の指示通り軽く怪我させる程度に。弾はどうした？それも手はず通りです。あの桐生って男がよほどのバカじゃない限り車内に残った弾からうちの仕業だと気がつくでしょう。そうか。でもどうしてこのようなことを。これで奴は誰も信じることができなくなる。今はそれだけで十分だ。わかりました。で、この後はどうしましょうか。しばらくの間待機だ。このまま泳がしとけ。時間はある。はい、それでは。なあお前、電話しとったんかい。取り調べなめとんのか。単なるビジネスの話ですよ。私もいろいろ忙しいんで。極道風情がカッコつけんなや。こっちは裏でお前が汚いことぎょうさんやっとんの知っとんのじゃ。噂やと己んとこの組織がライフル密輸しとるそうやないか。任意の取り調べですよね。お答えする義務はないはずですが、別件の取り調べでもやるつもりですか。いや、こっちは被害者なんですよ。捕まえるなら桐生一馬の方なんじゃないですか。他の幹部連中の話と違うかな。お前、桐生の味方ちゃうんか。まさか。近江は被害者です。さっさと桐生をあの女刑事さんに捕まえさせてくださいよ。簡単な話ですよね。お前なんで佐山のこと。まあいいでしょう。ところで別所さん、本部長から何かお達しがあってないですか。ああ、そうや、ご丁重にお帰りいただけたわ。もう帰って釈放や。そうですか。では高島、
お前何企んどるか知らんが、南部府家の上層部と繋がっとっても逃げられへんぞ。合流会の肩も強な真似し腐ったらすぐに同じじゃ。分かっとんな。別所さん、もう極道と警察が喧嘩する時代は終わったんですよ。まだ教えてもらいたいことがある。なんや。さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。別料金や。それにちっとばかり値が張んで。いくらだ。30万。まで行かれますか。それでは出発。おっしゃいます。頼ます。
よ。
まで行かれますか？それでは出発いたし。
おい。せや。時間食っちまった。いらっしゃいませ。ございました。いらっしゃいませ。おい。ええ、いや、しばらく寝てろ。もう。ん？
え？ふう。気に。
おい。ああ。でか。わかりました。世話になったな。おい待てや、桐生一馬さん。どうして俺の名前を。あんた1億円になってしもたわ。なんだと。懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ東条会先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。首に懸賞金をかけたのは誰だ。しゅか。やめろ。戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まあ、あとは勝手にやっとくんなあれ。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。高田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を。あんたは跡目争いのゴールなんや。俺か。そうか。ほな雀荘で桐生を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが。ないな素人。桐生の首は取れん。次の手打ちますか。まあええんや。少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れとります。あの若者に何ができるっちゅうね。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若者も後を追うはずや。その前に
この10億神室町にばらまいてこい。わかりました。手間取らせやがって。何見とんねん。覚悟はできとんのか。時間食っちまった。フォーシャインで働くのはやめて、うちの店に来てくれないか。ん？ですが、もうフォーシャインに入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では給料はフォーシャインの倍を出させてもらう。それでどうだね。え？倍ですか。わかりました。フォーシャインはやめて、あなたのお店で働きます。いい返事だ。それではこれからよろしく頼むよ、桐谷さん。フォーシャイン、ここがさっきの男を引き抜かれた店か。ああ、来てくださったんですね。お待ちしてましたよ。ん？あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。これからよろしくお願いしますね、桐谷さん。いや、桐谷店長。何を言ってるんだ。俺は桐生だ。桐谷じゃなかったっけ。まあいいや。さあさあ、どうぞ中へ中へ。さあさあさあ。おい、小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれましたよ。お待ちしてました、桐谷さん。あら、どうかしたの、小雪ちゃん。この方、資料に貼ってあった写真のお顔となんか違う気が。写真写りが悪い人なんじゃないの。もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。あなたも一流のキャバ嬢を目指すなら、そういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。
いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか。人違い？はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。人違いだわ。だから言ってるじゃないですか。先ほどはすみませんでした、桐生さん。まあ気にすんな。あんたここのオーナーなのか。はい、申し遅れました。私この店フォーシャインのオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。ほう、ナンバーワンか。すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあでもナンバーワンといってもうちには女の子は3人しかいないんですけどね。3人。ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくて、ずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。え？さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すからフォーシャインに行かずうちに入れと。そんな。どうします？今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんで、お客さん来ちゃいますよ。まずいわね。これで営業できなかったら損失は莫大、お店の信用もだだ下がりよ。あー、どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。今日だけはなんとか営業しないと、うちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますので、お願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です、うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。だがお願いします、桐生さん。今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。無理な頼みであることは承知の上です。でもお願いします。お願いします。仕方ねえな、今回だけだぞ。え、いいですか。ああ、だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ、桐生さん。ありがとうございます。ユキさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。では桐生さん。いえ、桐生店長、よろしくお願いしますね。
いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそ。また来ちゃったよ。盛り上がりましょう。ピンと来ないな。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。ごめんなさい。盛り上がっていきましょう。大地だな。いらっしゃいませ。どうもどうも。すみません。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。いまいちやな。会計ですね。また来てくださいね。お願いします。どうも。ごめんなさい。お会計ですね。よろしく。ようこそ。また来たね。すみません。よろしくお願いします。楽しませてくれや。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいませ。どうもどうも。お客さん。楽しい。いらっしゃいませ。あかんわ。限界みたいです。限界です。いけませんよ、お客様。やめてください。もうダメ。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。また来てくださいね。
ました。ふぅ、なんとか乗り切れたな。キリュウさん、ありがとうございました。本当に初めてですか？経験者みたいでしたよ。私も思いました。キリュウさん、才能ありますよ。お世辞はいい。だが、なかなかいい店だと思うぜ。客もみんなこの店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつはあの引き抜きの男。神崎さん。神崎。神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。私たちに嫌がらせや営業妨害をしているのはこの人なんです。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。早くうちに来なよ。可愛がってあげるからさ。お断りです。釣れないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけどね。神崎君、今日は何の用？また邪魔でもしに来たのかしら。きついなあ、ゆきさん。今日はね、これを持ってきたんですよ。これは？キャバクラグランプリの案内です。キャバクラグランプリ？何なんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって売上ナンバーワンを競う業界最大のイベントです。グランプリで優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。ほう、そんなものがあるのか。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはそこにいるキララさんが率いるお店、蒼天堀サンシャイン、神崎グループ最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも。なんと今回は特別推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。でもフォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして？いやー、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。ほんと感謝してもらいたい気分ですよ。よく言うわよ。本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。とどめ？全国から強豪が集まるキャバクラグランプリに弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。大会でそんな恥をさらしたら店の評判や風格はダダ落ち。ただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったらもう生き残ることはできないでしょ。そんな。おいおいおい、ダメじゃないかキララ。こっちの思惑をバラしちゃ失礼だろ。ま、せいぜい頑張ってくださいよフォーシャインの皆さん。それじゃ大会でお会いしましょう。ユキさん、大会本部に事情を伝えて辞退した方が。ユキさん？小雪ちゃん、出よ、キャバクラグランプリ。え？でもこのままだと出ようと出まいとフォーシャインはもうすぐ潰れてしまうわ。もちろん勝てる見込みが薄いことは分かってる。でも可能性が少しでもあるならたとえ恥をかいてでも私はそれにかけてみたい。戦わないで負けるのも嫌だし、どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない。ユキさん、それに私は信じてるんだこのお店を。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる、そんなお店が負けるわけがないじゃないってね。そうですね、やりましょう
ユキさん。よし、ちょうど決まればあとは突き進むのみ。キリュウさん、頑張りましょうね。ああ、俺もか。お願いしますよ、乗りかかった船じゃないですか。それにキリュウさん才能ありますってね。そうは言っても俺もいろいろとやることがあるし。可能な範囲で構いませんからね。お礼も必ずしますし、メリット満載ですよね。ね、まったくしょうがねえな。わかったよ。やったー、キリンさん、絶対キャバクラリーグを勝ち上がってこのお店を人気店にしましょうね。ああ、そうだ、せっかく仲間も増えたことだし、久々にあれやろうか。いいですね。あれ、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォーシャイン。うまく決まったね。キリエさんも次はちゃんと覚えて一緒にやってくださいね。ああ、もしかしてとんでもねえもんを引き受けちまったのか。いや、